2022年、11月16日、春山整骨院に対して、まあ今まで言ってきたことなんですけども、最後、介護職ということを盾にして、ずっと居座ろうとしてますけども、現実全然違いますよ。自分で働きに行ったからわかります。すぐ近くに、桃源郷というところがあります。で、岡場駅から少し、まあ南の方、まあ線路沿いの方下って行っていただいたら、まあ河川沿いでもいいです。紅葉病院というところがありまして、そこのすぐ近くにも老人ホームあるんです。で、北新清和台にも、まあ田尾寺駅からちょっと歩いたところです。そこは北新清和台って言うんですけども、そこにもあります。これだけたくさんあったら、そういった施設を利用すればいいんです。そこの人材を増やせば、人を増やせばいいだけなんです。余計な建物建てすぎ、春山整骨院が建物建てたのが全ての失敗。後で、結局警察官の人たちとかも答え間違えて、答え正解分かってる警察官の方もいらっしゃったんですよ、西村さんみたいに。だけどその人いなくなっちゃった。で、他の警察官が答え間違える。で、どうなったか。そんなにマッサージ屋がいいんならとか、何かそんなにお客さんが来るんならとか、よく分かってない人たちがそういう風な答え出したから、私もある程度警察官の言うことを従わなきゃなんないかなと思ったから、だからゲオの隣とか空戸台にああいう風なもみやマッサージ屋ができた。あんなものもともと必要ない。税金の無駄遣い。以上。2022年、11月の16日、以前も注意したんですけども、人の家の前で、本当に必要な、仕事なのかどうかよくわかんない工事、男性老人3名が行ってるんですけども、加工なら、先に寸法を測って、行っておくこと。昔も言いました。一度決着ついた話、何回も。裁判所が資料、放棄することによって、一度判決出た内容とか放棄することによって、このようなことになってるんだったら裁判所も、稼働の仕方考え直さなきゃなんないし。で、人の住宅の前なんかで加工なんかしたらうるさいから。もう何回も言うとるの分からへん。もう仕事おろさせた方がええかもしれん。それで若い人に仕事が回る。ああ、また昔と同じことを言い始めました。先ほど録画を終了したら、本当は公務員などと、わけのわかんない略語を使って公務員を名乗ってますね。
違法行為ですよ。すぐに撮影再開したんですが、まだずっと喋りっぱなし。多分仕事の仕方分かってない人間混ぜ込んで仕事してる。そんなことで仕事遅なる一方や。でこれで税金絡みの仕事だったらもう到底許せないですね。消費税上がるもとですから。昔も言いました。昔も言った3人組ですわ。喋らないで仕事をできないんだったら仕事辞めなさいっていうことですよ。最終的に喋ってる回数が多すぎる。喋ってる時間が黙って体を動かすこと。もう録画やめたらまたおかしな言葉遣い始めてますね。切れただとかまたそういうふうなことばっかり言って挑発行為を行ってくる。鬱陶しい。もうちょっとだけ で、こういう瞬間に怒らせて人が家出た瞬間に窃盗に入る連中とかもいたから、本当に共犯員そこまで行ったら。さっき言ったでしょ、黙って仕事できないの。黙ってないでしょ。あなた一人のこと言ってるんじゃない。住宅の中の人間と組んで余計なことしないこと。資源の残存量問題とか本当に記載してますから。世界中で200億トン分の空洞できてるんですよ、1年間で。地震がそれで発生してるんです。プレート説なんか嘘だってわかるでしょ。土と土がバネのように跳ね上がってくるわけないでしょ。テレビ出てる連中もアホばっかりや。いや、現場で喋ってますね。喋ってるように聞こえるじゃなくて喋ってるんですよ。この人たちも平気で嘘つくんですよ。そんな人たちに仕事回したらあかん。答え簡単や。今までどんな仕事してきたか、その値段が適正だったか全部調べた方がええ。もう口座の差し押さえ民事でもできる説明した。昔もした。何回も同じこと仕掛けてきよう。本人だの、あの3人組の、まあ、実際喋ってる音声もあるんですけども、住宅の中にいる長尾というものの声と似てる音声も混ざってる。正直電波での攻撃運動があるので、どう考えてもこちらが被害者。で、それを扱ってるようなところ、もしくは本当に長尾が喋ってたら、もう裁判所出てもらう。昔もそれ何回かした方の人間や。同じく2022年、11月16日10時、11分、まだ午前中です。先ほどから何回か、デジタル時計見せてますけども、これね、まず、話しっかりしなきゃなんないところが、まず、春山整骨院を起点にして、公務員等も関わって、淡井圭介を、自分たちが悪さしといて、淡井圭介を精神病院に押し込めて、自分たちの、悪さをなかったことにしようとした、大量のものが、医療関係の人間もそうです。で、医療関係が介護とくっつくから、どうしてもそういうふうな現象が起きていた。お金に来るってね。で、だからそういった人たちの口座を差し押さえなきゃなんないんですけども、それと同時に、電波のシステムの検察庁機能と呼ばれている、以前誰がどのような内容を喋ったか、聞かされるっていうその内容、それによって結局、こちらはずっとストレスが溜まりっぱなしになる。
自由な時間がない。プライベートが潰されてる。だからそこで人権がなくなってるから、そんな機能を誰が考えて、淡井圭介に許可を求めたのかどうか。それを書類化して渡さなあかん。そしてそれが証拠になる。これも裁判所で話詰めなあかん。富岳、なぜ神戸に置いているのか。なぜ淡井圭介を守る方向で稼働していないのか。そして、家の中を撮影しないこと。淡井圭介の、何回も言いますよ、自宅の周り半径100メートル以内に誰が侵入してきて、どういうふうに外から声かけようとしているのか。あと廊下、ベランダ、その辺をしっかりとずっと撮影。本当に昔ベランダから侵入してきた人間いますから、はしごかけて。同じく先ほどの続き、2分後ほどなんですけども、結局映像を採取しようとしたら、見てる人たちの考えとか間違ってたりしたら、結局コンピューターが嫌がらせでスポーツ絡みなのか何なのか分かんないですよ。医療機関を守ろうとしてるのか、それが結局隠蔽なんですね。隠蔽。もう事件化してますから。内容として。あとは裁判所にその、訴状が届くかどうかだけで、もうすでに事件自体は発生してるんです。で、それに対しての隠蔽機能が国を持って、その、行われているのかどうか、そこが重要なんです。ね。コンピューターを理由にして何か聞こえてきたからとか、それを理由にして悪党行為をしてきた連中の歴史なんかいっぱいありますよ。それが結局テレビ局業界。だから、もともと警察官だった人間とかもテレビに出されたりしています。で、そこで、世直しという方向で動いてもらわなきゃ困る。しっかりとした社会を作るっていう形でね、テレビで嘘なんか放送してたらダメ、当たり前のこと。社会全体がめちゃくちゃになるでしょ？情報が間違ってたら。で、仕事するときの態度もそうだし、かといって、まあ、これは割合示してますけども、9対1ぐらいの割合に、やっぱり、しておかなかったら、厳しすぎてもね、それはそれで人格形成おかしくなってしまいますんで、その辺すべて勘案して、皆さん、行動してください。よろしくお願いいたします。裁判所の方たちも同じですよ。髪の毛染めてるなんか論外ですからね。ちゃんと給料から転引きさせてください。それで皆さんに納税。返金です。消費税の分。河川擁護した分。河川法の違反。違う、海洋基本法の違反。言い間違えました。訂正。海洋基本法の違反。